ドールの話。ドール。というわけで今回はですね、翔ちゃんが1歳の時に一回微分をね教えるっていう動画をやったんですけど、まあその時は当然まあ授業にすらならなかったんですけども、今回はね翔ちゃんも3歳半ぐらいになって、かなりもう成長してきてるんで、ほら、お願いしてアイスしてみよう。翔ちゃん成長してるんです。ブンブンハロー YouTube は？ブンブンハロー YouTube。微分できるのは？微分できるの？マクロリン展開。できるの？マジマジ。もじもじもじもちもじもちもちの木もちもちの木。はい、今回はもう絶対ね微分できるようにしてあげたいので、翔ちゃんに微分を教えたいと思います。翔ちゃん頑張るぞ。おお。天神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 だからできた。そう。失礼します。始めるよ。おすすめ生徒生徒。じゃあ、翔ちゃん今日は微分をやってもらいます。かすかに分ける。かすかに分ける。そう、意味はどういう意味なんだいこれは。ほらほらほら、翔ちゃん翔ちゃんダメだろ携帯鳴らしちゃ。あ、ふにくんから電話かかってた。お疲れ様です。今ちょっと翔ちゃんにね微分を教えてるんですよ。はいはい。あ、少なくとももうそれはもう最低限いけますね。じゃあ微分と何かっていうとですね、翔ちゃんこの滑らかな曲線あるだろ、滑らかなこの傾きを求める、これが微分なんだよ翔ちゃん。わかった。この曲線の傾き、傾き、これか向き、これの向き加減を調べるんだ。向き加減。そう。はい、もう結論から言います。 F ダッシュ X イコール F ダッシュ X。 あ、もう知らない。 F ダッシュ X、 F ダッシュリミット、リミット H を0に近づける。いいよ。いいやろ。鼻くそを無限大まで吹き飛ばす。鼻くそ無限大まで吹き飛ばす。そう。高順、高順、極順、極順、ゴゴンゼック、です。じゃあ FX っていうのが 3X2 乗だったら微分するとどうなるかっていうと 6X になるんだよ。そういうこと。そういうことなの。分かったよな。簡単でしょ。簡単。簡単よね。誰でもできるんだよこんな。じゃあ 6X をさらに微分するとどうなる、何になるこれ。これね、微分すると柴田。柴田。これ微分したら柴田。柴田さんになりますか。なります。事件ですね。事件。事件。じゃあね、微分の柴田の2乗を微分すると何になりますか。1番は水溜りボンド。水溜りボンド。2番ヒカキンさん。ヒカキンさん。3番フィッシャーズ。フィッシャーズ。4番柴田。柴田。このどれになるでしょうか。これ微分すると柴田。そう、柴田になるんですよこれ。じゃあね、もう問題です。テーブルの1柴田の形状、形状、これがもう公式化なんだけども、なんかの形式1乗、じゃあここに入るのは誰ですか。翔ちゃん。翔ちゃんと柴田は同じですか。同じやめてくれ、翔くんもやめてくれ。テーブルの1柴田の形状を微分すると、これは柴田さんが、うん、あっちに入んの。そうそうだよ翔ちゃん、柴田さんがここに入っちゃうんだよ。あ、じゃあこれ、次は N 分の1、右腕がうずくの N 乗です。右腕がうずく、右腕がうずく。うわー、どうしての。右腕がうずく、右腕がうずく。もっと大胆に、そうじゃないとこの人の気持ち分かってあげられないよ。